マリックが来た。はい、よろしくお願いします。お願いします。今年を締めくくった意味で、こんな超枚数やってみたいと思います。はい、世相を反映した一文字っていうのはありますね。ありますね、今年の感じ、毎年出ますね。はいはい、今年は戦いましたね。こういう年もありましたよね。ありましたね。大災害とかありました。金もありました。オリンピック。はい、裏も何かいっぱい書いてあります。はい、ありました。はい、さあ、ね、来年はこの中のまたどれになるか、うん、ちょっと占ってみたいと思いますので、3人が適当に折ってきますから。はい。はい、しかしまず折る。どっからでもいいですか。はい。じゃあもう下からこういっちゃおうかな。下から行く。こういっていいですか。もう、はい、もう一回折っといてください。もう一回言いますね。もうどっちでもいいですよね。もう適当に言っちゃいますじゃあ。適当に折ってます。はい、じゃあ今度三振を。変な折り方していいですよね。変な。じゃあこう。折りましたね。で、一箇所。でこう。以上です。はい。じゃあ拓也が二箇所。二箇所。一箇所。一箇所。はい。二箇所。はい。二箇所。最後。はい。めちゃくちゃ折りにくいですよこれ。複雑に折りました、ね。という状態になりました。はい。きつきますね。はい、周りを。ちょっと持っててもらえますか、ね。はい、まず、角を置きます。来年の文字が一文字、思ったら論文になっています。ほとんどゴミ箱に入ってないです。いや、これは持ってる、ゴミ箱持ってる。僕のりか、僕のりか。私はただ落としてる。全然入ってない。ちょっと待って、これ見てください、これ。木は表向きです。これが表向きなんです。これ木表ですね。はい。木、ちょっと木。はい、木。裏向き。裏向き。あら、青ですよね。これ青ですね。はい、裏ですね。それも裏ですね。あれ、一文字なのになぜか、ちょっと、二文字。はい。はい。二文字、これも青。全部裏ですね。全部裏です。それも裏ですね。これも全部裏。うん、これも裏。裏来年は一文字でなくて、なんとこれですよ。逆希望。こっち。希望。いいですね。希望っていう文字が来年のキーワードになったようです。今年の二文字になっちゃいました。そうですよね。いいですね、でも。いいですよ。いい字ですよ。めちゃくちゃ前向き。だってマジックは希望を与えるために生まれた芸なんですよ。はい、だから常にハッピーエンドに終わるっていう素敵な芸でございます。はい、来年はだからマジックの年ということですね。おうと、マジックの年といえば幕開けに、これですよ。こちらです。マジさん、要は告知ですね。結局告知ですね。前振りでしたから今。まあでも大事ですよ。大事ですよ。1月です。もうすぐですからね。すぐです。じゃあ、ね。いやー、これは春から意味がいいですね。いつもやってます、BS 朝日のスーパー 4K マジックという番組から飛び出してリアルイベントになりました。はい、そう、はい。そして、拓也も、ね、イノミさん、そして、シャベシャベット。で、もう大事で、普通のマジシャンと違うのか、マジシャンだらけじゃないんですよ。何やるんだろう。サフロは僕はですね、この時あのシンガポールにいまして、日本人ですね。バカみたい、仕事です。いやーそれ不在なんですけど。寂しいですね。シンガポールに。では皆さん、良いお年をお迎えください。またお会いしましょう、来年。ジャベルさん拾っていただいて。拾います。